白雪。白雪は、大日本帝国海軍の駆逐艦。徳型駆逐艦こと一等駆逐艦。吹雪型の二番艦。雪級、雪クラスの一隻、当初の艦名は、第36号駆逐艦。白雪の名を持つ日本海軍の艦船としては、上風型駆逐艦。白雪に続いて二隻目。名称は初雪型護衛艦。現、島雪型練習艦二番艦。 白雪に受け継がれている。駆逐艦白雪は横浜選挙で建造された。1927年昭和2年3月19日に寄港。4月26日、建造予定の一等駆逐艦4隻に、それぞれ第36号駆逐艦、後の白雪第38号、美雪第39号、村雲第44号、裏波の感名が与えられた。 第36号駆逐艦の艦名は、裏風型駆逐艦降風、第36号駆逐艦に使われたことがある。本艦は1928年、昭和3年3月20日に浸水。同年8月1日、第36号駆逐艦を白雪と改名した。12月18日に竣工した。竣工後、第2艦隊、第2水雷戦隊。 第十一駆逐隊に編入。クレチンジュフ所属。日中戦争に際しては1937年、昭和12年以降、上海上陸、甲州湾上陸、北部仏印進駐作戦などに参加した。この間、第二航空戦隊や第三水雷戦隊など、所属部隊は幾度も変わった。太平洋戦争直前の1941年。 昭和16年6月18日府で、第11駆逐隊司令は、有賀工作大佐から正直一郎大佐に変わった。太平洋戦争初戦、第三水雷戦隊、司令官、橋本慎太郎少将、機関、川内及び、第11駆逐隊、初雪、白雪、吹雪、第12駆逐隊、白雲、村雲、篠の目、第19駆逐隊、綾波、 四季並み、浦並み、磯並み、第二十九区隊、夕霧、さぎり、甘霧、り、さぎりは、南遣い艦隊、司令長官、小沢寺三郎中将を、機関、長海を機関とするマレー部隊に所属され、南方作戦や乱印作戦に参加した。1月27日、白雪は、マレー半島南部沿道沖で発生した、沿道沖海戦に参加する。 日本軍輸送船団撃破を狙うオーストラリア海軍駆逐艦バンパイアとイギリス海軍駆逐艦サネットが白雪に対し夜間大撃を実施、魚雷は白雪の艦艇をくぐり抜けていった。白雪は単焦灯を照射して汚染。川内以下第三水雷戦隊各艦と共にサネットを撃沈し、バンパイアを撃退したが、両艦から砲火が集中して危険になる一幕もあった。 サネットの生存者を救助した際には、勝ち戦のため余裕があったためか、可能な限り優遇した。三月一日、白雪は、ジャワ島西部攻略作戦中に発生した、バタビア沖海戦に参加する。当時の、第十一駆逐隊、初雪、白雪、吹雪と、第十二駆逐隊、白雲、村雲は、軽巡洋艦ユラ島と共に、第五水雷戦隊、司令官、 原武志三郎少将、機関、名取を機関とする、第三護衛隊に、臨時編入されており、三水戦主力部隊とは別行動だった。第十一駆逐隊は、輸送船団を襲撃した、重巡洋艦ヒューストン、軽巡洋艦パースの撃沈に、大きな貢献を果たした。3月10日、第十二駆逐隊、白雲、村雲は、解体され、白雲は、 第20駆逐隊に編入。第11駆逐隊には、村雲が編入され、海戦時以来吹雪型3隻体制だった第11駆逐隊は4隻、吹雪、白雪、初雪、村雲に増強される。第11駆逐隊の区分は、第1小隊1番艦初雪、2番艦白雪、第2小隊3番艦吹雪、4番艦村雲であった。 日本に帰島後、白雪は6月上旬のミッドウェイ海戦に参加。7月15日府で第11駆逐隊司令として、杉野周一大佐が着任。続いて、インド洋通商破壊作戦に参加する。第3水雷戦隊各艦の指揮は振るわなかったという。インド洋通商破壊作戦、B 作戦、指揮官、西村昌司第7戦隊司令官は、 アメリカ軍のガダルカナル島及びフロリダ諸島上陸に伴うガダルカナル島の戦い勃発8月7日以降により中止され第7戦隊第3水雷戦隊第4水雷戦隊各艦はソロモン諸島方面へ移動した第11駆逐隊初雪白雪吹雪は輸送船佐マ丸陸軍川口支隊川口清県少々上船を護衛して 8月29日朝に、ショートランド機、第3水雷戦隊の到着をもって、第2水雷戦隊司令官、田中雷蔵少将、従順機ヌガサ座上は、外南洋部隊増援部隊指揮官を更迭され、増援部隊指揮官は三水戦司令官、橋本慎太郎少将、機関、川内となる。8月31日から9月1日、第24駆逐隊、航風、海風。 両風、第11駆逐隊、初雪、白雪、吹雪は、川口市隊1200名を、ガダルカナル島へ揚陸した。9月2日、不施艦、津軽及び、駆逐艦2隻、影楼、夕暮れ、第1号型小海底2隻、1号、2号の後、輸送作戦が実施される。駆逐艦3隻、吹雪、白雪、天霧は、津軽隊と共に、 ガトウルンガ博地に突入、飛行場を砲撃しつつ、援護に任じた。9月5日、駆逐艦5隻、吹雪、白雪、天霧、影楼、夕暮れは、ガトウ輸送を実施。9月8日、アメリカ軍の輸送駆逐艦2隻、特設小海底2隻が海兵隊2個大隊を輸送、上陸した部隊は、ガトウ日本陸軍部隊に損害を与えた後、撤退した。日本側は、 アメリカ軍輸送船団二例式水上観測機12機による空襲を実施するとともに、増援部隊指揮官直卒部隊、川内、浦波、季波、吹雪、白雪、雨霧、影楼、夕暮れ、夕立も出動する。だが米艦艇は撤収しており、大きな戦果を上げられなかった。9月12日、ガトウヘンダーソン飛行場に対する日本陸軍総攻撃に行使、 外南洋部隊も、従順町会以下所属艦多数を派遣する。影楼艦長指揮下の駆逐艦二隻、影楼、白雪は、飛行場占領後の敵対路遮団を命じられたが、飛行場占領失敗の報告を受けて反転。外南洋部隊、主体、町会頭、支援隊、青葉、古高、木の傘に収容されて引き返した。改めて、加藤突入の命令を受けた。 橋本三水戦司令官賞は、軽巡川内及び、駆逐艦7隻、海風、甲風、裏波、四季波、嵐、村雲、白雪を率いて、ショートランド白地を出撃する。アメリカ軍機の活動により川内は引き返し、駆逐艦部隊、大発動艇栄光のみで、ガトー揚陸作戦を実施した。日本陸軍のガトー飛行場占領失敗により、 海軍側は引き続き道東への増援輸送作戦を実施することになった。9月18日、アメリカ軍輸送船団、巡洋艦3、駆逐艦10、輸送船6のルンが白地立クと揚陸の報告を受けた増援部隊指揮官、橋本三水戦司令官は、直卒隊、川内、浦波、白雪、村雲、浜風を率いて、ショートランド白地を出撃。 ルンガ白地に突入したが敵影を見ず、アメリカ軍の物資集積場を砲撃して起動した、効果不明。9月21日夜、第19駆逐隊司令、大江賢次大佐指揮下の駆逐艦4隻、浦波、白雪、影楼、浜風は、画頭揚陸を実施。月令11のため、アメリカ軍機は、夜間空襲を観光し、機銃奏車で影楼に浸水被害を与えた。 必要な空襲により、各艦は、両職の1、3程度を揚陸した時点で、ショートランド白地へ被退した。10月1日、第11駆逐隊、初雪、白雪、吹雪、村雲は、陸軍青橋大司令部をガトーへ輸送したが、アメリカ軍機の空襲を回避中に初雪は、火事故障を起こした。このため司令駆逐艦を白雪に変更、初雪は、 ショートランド白地へ戻った。白雪、吹雪、村雲による輸送作戦は成功した。10月4日、第27駆逐隊司令、瀬戸山康秀大佐、司令駆逐艦しぐれを指揮官とする輸送作戦、しぐれ、白雪、吹雪、村雲、綾波において、第8艦隊戦闘商法では、白雪の代わりに初雪が参加したことになっている。 実際の初雪は、駆逐艦綾波と交代する形で、あり輸送、大発動艇、小発動艇による、ショートランド諸島から入場ー,ージア諸島経由のガトウ、輸送作戦に従事していた。10月8日、水上規模艦日清及び秋月型駆逐艦一番艦、秋月によるガトウ輸送が実施されることになり、27× 指令指艦の駆逐艦5隻、しぐれ、白雪、 吹雪、村雲、綾波は、護衛を兼ねて輸送作戦を実施することになった。だが、基地航空隊より、天候不良のため零式艦上戦闘機を派遣できないとの報告があり、二隻、日清、秋月は、ショートランドへ引き返した。駆逐艦部隊はそのままガトへ向かい、揚陸に成功して、無事に帰島した。ガダルカナル島の戦いにおける、 日本軍苦戦の大きな要因が、アメリカ軍に奪取された、ヘンダーソン飛行場だった。10月11日、ガダルカナル島、ヘンダーソン基地艦砲射撃を目指す外、南洋部隊支援隊指揮官、ご当存知第6戦隊司令官は、第6戦隊、青葉、古高、木の傘、第11駆逐隊、第2小隊、初雪、吹雪、計5隻、従順3隻、 駆逐艦2隻という戦力で、ショートランド白地を出撃。並行して、水蒸気母艦2隻、日清、千歳、駆逐艦6隻、秋月型駆逐艦、秋月、第19駆逐隊、綾波、第9駆逐隊、朝雲、夏雲、第11駆逐隊、第1小隊、白雪、村雲による、ガトー輸送作戦も実施されることになった。 10月11日午前6時、日清輸送隊は、ショートランド白地を出撃、低戦隊の援護を受けつつ、ガダルカナル島へ向かった。低戦隊の援護を受けつつ、夜になり、ガ島へ到着して、揚陸に成功した。だが、日清隊に遅れて、ショートランド白地を出撃、後続していた外南洋部隊支援隊は待ち伏せていた、米艦隊、指揮官、ノーマン・スコット少将。 従順洋艦に、軽順洋艦に、駆逐艦ごと交戦。後藤司令官は戦士、吹雪が合鎮、古高も、航校不能、古高は、日付変更後に沈没、乗組員は初雪に救助された、青葉が大破という被害を受けた、サボ島沖海戦。木の傘より、米艦隊との交戦報告を受けた外南洋部隊、指揮官、三河軍一大八艦隊司令長官は、 米艦隊が日清輸送隊を攻撃することを懸念し、第6戦隊、日清輸送隊の援護を目的として、支援隊残存艦、増援部隊、第3水雷戦隊に、米艦隊撃滅を命じた。同時刻、日清輸送隊も、米艦隊撃滅と古高救援のため、第9駆逐隊の浅潮型駆逐艦2隻、朝雲、夏雲、第11駆逐隊、 第一小隊の吹雪型駆逐艦、白雪、村雲を派遣した。駆逐艦4隻は、古高の救援のため行動したが同艦を認めず、すでに沈没、退避中に、ニュージョージア島沖合いで、アメリカ軍機の空襲を受け、まず夏雲が沈没した。朝雲、白雪は夏雲、村雲の生存者を収容後に一旦引き上げ、増援部隊、川内、由良、しぐれ、白露、浦波、 磯波、切りと交流後、野員に乗じて村雲栄光のために、現場へ戻った。朝雲、白雪は19時に、村雲の傍らに戻るが同館は爆発炎上して、栄光の手段がなく、白雪は村雲を雷撃で処分した。なお、戦死総書では、呉陳府警備駆逐艦,艦、豊田司令長官指揮下の白雲が、10月11日から12日に、正規した。 水上機母艦日清護衛及び、サボ島沖海戦に参加し、外南洋部隊、指揮艦、三河軍一第八艦隊司令長官に所属する、第十一駆逐、白雪、村雲、初雪、吹雪の司令駆逐艦、駆逐隊司令、杉の周一大佐として、第十一駆逐隊、第一小隊二番艦の、駆逐艦村雲救援と撃処分を白雲が実施した、ことになっている。 だが白雲は8月28日の空襲で大破、第20駆逐隊の解体に伴い警備駆逐艦となって、外南洋部隊、第8艦隊から除かれ、サボ島沖海戦時は日本本土に戻っていた10月8日期。さらに大修理が必要な状態であり、最前線で戦闘に参加できる状態ではなかった。 水上規模艦日清の護衛及び村雲の処分を実施したのは、白雲と名前が似ている本館、白雪である。本海戦により吹雪型ネームシップの吹雪が沈没すると、吹雪型駆逐艦は、白雪型駆逐艦に改定された。10月13日、第4水雷戦隊、機関、秋月が高速輸送船6隻を護衛して、ガトウ輸送を実施することになり、 並行して、外南洋部隊主体、鳥海、木の傘、餅月、天霧、造園部隊、川内、由良、浅雲、白雪、暁、雷も、飛行場砲撃と輸送作戦を決行する。外南洋部隊、造園隊の飛行場砲撃、輸送作戦は成功。白雪は、公表的基地員と、物件輸送を担当した。だが高速輸送船団は、 アメリカ軍機の空襲を受け輸送船3隻を喪失、揚陸した物資もアメリカ軍機や米艦艇の攻撃で大部分を焼き払われてしまった。水上規模艦2隻、日清、千歳の投入は連合艦隊の指導により中止され、外南洋部隊増援部隊は、ガトー日本陸軍総攻撃、10月下旬予定の前に全力で輸送作戦を実施することになった。 増援部隊指揮官、橋本三水泉司令官は、慶淳三隻川内、由良、立太夫、第四水雷戦隊司令官、高間官少将、機関、秋月は、水雷戦隊、秋月、朝雲、白雪、赤月、雷、紫、夕立、春雨、寂だれ、浦波、季波、綾波、しぐれ、白露、有明を指揮し、10月17日早朝に、 ショートランド白地を出撃。ゆらに、米潜水艦から発射した、不発魚雷一発が命中しただけで、輸送作戦は成功した。11月2日、増援部隊指揮官、橋本慎太郎第三水雷戦隊司令官は、機関を、軽巡川内から従順木長さに変更、第一攻撃隊、木ヌガ川内、天霧、初雪を引いて、輸送作戦を支援する。 第四水雷戦隊司令官、高間艦少将、機関、朝雲は、構造園部隊、朝雲、村雨、春雨、夕立、しぐれ、白露、有明、夕暮れ、白雪、暁、雷、天竜を、お津造園隊、浦波、四季波、綾波、万長、朝潮は、第十九駆逐隊司令が指揮、餅月は停心輸送隊、あり輸送部隊撤収のため、 それぞれショートランド白地よりガトウへ向かった。構造園隊は、揚陸地点の天候不良に悩まされ、総裁艇多数を喪失、物資を一部揚陸できないまま引き返した。白雪は、仮眠簿で、入りパクする際に官邸を直接、若干の浸水被害を受けている。白雪は、構造園部隊本体に合流せず、単艦で帰島した。11月5日、 三水戦司令官は機関を従順長さから駆逐艦裏波に変更する。お造園部隊、裏波、四季波、綾波、白雪、餅月、天竜を直卒して、ショートランド白地を出撃する。構造園隊、朝雲、紫、春雨、夕立、しぐれ、白露、有明、夕暮れ、浅潮、万長は、第九駆逐隊司令、佐藤康夫大佐。 司令駆逐艦アサグモの指揮下で、ガトへ向かう。構造援隊、オツ造園隊とも被害なく、輸送に成功。6日朝にショートランドへ戻った。三水船司令官は機関を川内に復帰、造園部隊指揮官の職務を、第二水雷戦隊司令官、田中ら愛造少将、機関、イスズニイングと、白雪以下第三水雷戦隊各隊、各艦を率いて、トラック白地へ向かった。 11月中旬、第11駆逐隊、第1小隊、白雪、初雪は、全身部隊指揮官、近藤信武第2艦隊司令長官、機関、あたの指揮下、第3次ソロモン海戦、第2夜戦に参加した。同野戦に参加した日本艦隊の戦力は、全身部隊指揮官時期卒の射撃隊、従順あた近藤中条機関、高尾、戦艦、霧島、直江隊、 軽順、ながら、駆逐艦、電、サミダレ、初雪、白雪、朝雲、寺しずき、相当隊、軽順、川内、駆逐艦、浦波、四季波、綾波という編成である。一方の米軍は、ウィリス・エイリー少将を率いる、戦艦2隻、ワシントン、サウス・ダコタ、駆逐艦4隻、ウォーク、グウィン、ベンハム、プレストンである。隊5隻、ながら、 デン、白雪、初雪は単獣人で戦闘に突入。ながらと分離後は、駆逐艦四隻、白雪、初雪、デン、サミダレが一軍となって行動したという。本野戦で、アメリカ軍駆逐艦三隻、ウォーク、ベンハム、プレストンが沈没、日本側は、霧島、綾波を喪失して、米新型戦艦二隻、ワシントン、サウスダコタと駆逐艦軍員を取り逃がした。 1943年、昭和18年1月17日、白雪は輸送船4隻、大井丸、健康丸、朝日森丸、羽花丸の B 戦団を護衛して、トラック白地を出発、速力9ノットで、ショートランド白地を目指した。公開中の1月20日府で川内、白雪は南東方面部隊に編入される。21日夕刻。 ブユゲンウィル島ショートランド白地近海で B-17 重爆6機の空襲を受けたケンコンマルが大破炎上し戦死62、行方不明29、自沈処理された。白雪は残3隻を護衛して目的地にたどり着いた。ブユゲンウィル島への輸送作戦では3回輸送船11隻、B 船団含むのうちケンコンマル以下4隻が沈没。 英戦団援護のため出撃した、秋月型宅地区間の秋月が、派、第10戦隊司令官、木村進少将負傷という被害を出している。1月24日、第3水雷戦隊司令官、橋本慎太郎少将は川内、白雪を率いて、ラバウルに到着、翌日には、第8艦隊司令部、第3水雷戦隊司令部、第10戦隊司令部が合同して、 ガダルカナル島撤退作戦の打ち合わせを行った。二十六日、三水戦司令官は、増援部隊指揮官を引き継ぎ、白雪に乗艦して、ショートランド白地へ移動、夕雲型駆逐艦巻,巻並みに、正気を掲げた。川内は、カビ園に開港され、従順二席、鳥海、熊野と共に待機する。ショートランド白地では、駆逐艦輸送が失敗した場合の予備手段として、 大発動艇部隊による撤収作戦の準備が行われた。第十六駆逐隊司令、正直一郎大佐、司令駆逐艦、時津風指揮下の駆逐艦席、警戒隊、時津風、白雪、黒潮、輸送隊、浦風、浜風、甲風で作戦を実施、アメリカ軍機の空襲を排除して作戦は無事に成功した。二月上旬、白雪は、 ガダルカナル島徹州作戦、化合作戦に参加した。第一次徹州作戦は警戒隊、巻波、親潮、舞風、甲風、白雪、ふずき、さつき、長月という総対、風雲、剣雲、遊雲、周雲、裏風、磯風、浜風、蟹風、時津風、折風、大潮、荒潮という区分で、2月1日9時30分に、 ショートランド白紙を出撃、エスペランス岬とカミンボへ向かった。だが、アメリカ軍機の空襲で機関巻き並みが、航行不能となり、同艦はふずに栄光されて引き返した。三水戦司令官は白雪に異常して、撤収部隊を追いかけ、その間の指揮は第十戦隊司令官が取っている。ガトーでは遊雲が宅地区間見が植来して、航行不能となり、遊雲に処分されている。 それ以上の被害はなく、第一次撤収作戦は成功裏に終わった。第二次撤収作戦は、沈没損傷艦、剣雲、巻波の代替として、駆逐艦二隻、麻雲、サミダレを編入し、それ以外は、第一次撤収作戦と同じ艦で実施することになった。二月四く各時三十分にショートランド白地を出撃するが、往路の空襲で舞い風が航行不能となり、 長月に栄光されて被害した。さらに白雪は機関故障を起こしたため、増援部隊指揮官は、後風に機関を変更する。白雪は、ショートランド白地に引き返し、後風は、第二次撤収部隊を追いかけて、ガトーへ向かった。駆逐艦三マ舞風、長月、白雪の離脱という事態があったものの、第二次撤収作戦も成功裏に終わった。 2月7日の第3次警報作戦、第1連隊、白雪、黒潮、朝雲、さみれ、時津風、さつき、月、大潮、荒潮、第2連隊、風雲、夕雲、秋雲、長月、谷風、裏風、浜風、磯風では、当初第8駆逐隊、大潮、荒潮は加わっておらず、 海軍と日本陸軍の接衝によって参加が決まったという。2月7日9時10分にショートランド白地を出撃、往路の空襲で磯風が大破した。長月が栄光しようとしたが、自力航行可能となったため、長月は撤収部隊に復帰、対戦紹介任務中の高風が駆けつけ磯風を護衛して、ショートランド白地へ引退した。白雪指揮下の撤収部隊は、ガトーに到着。 第3次撤収作戦も成功のうちに終わった。1943年、昭和18年2月下旬、陸軍第18軍、輸送船8隻の雷輸送を目指す、第81号作戦が発動され、参加各艦、白雪、浅潮、荒潮、嵐潮四季波、浦波、浅雲、撤風、時津風はラバウルに集結した。2月中旬に着任したばかりの、 第三水雷戦隊司令官、木村正富少将は、慶潤川内から、駆逐艦白雪に異常、白雪に、正機を掲げて同館から、輸送船団及び作戦指揮をとった。当時の外南洋部隊、指揮官、三河軍一大八艦隊司令長官増援部隊は、指揮官、木村正富第三水雷戦隊司令官のもと、多数の艦艇、川内、浅潮、荒潮、白雪、 初雪、さつき、みなずき、ふずき、ながつき、せっぷう、ときつかぜ、あさぐも、みねぐも、うらなみ、しきなみ、むらさめ、さみだれを用していた。28日2330、輸送船団は、ラバウルを出撃。3月2日の空襲では輸送船朝日ひ丸が、沈没、駆逐艦か2隻、あさぐも、せっぷうは、同船上船中の陸兵を来に先行輸送した。 3月3日、朝雲、摂風は、輸送船団に戻り、引き続き霊式艦上戦闘機約40機、空母随砲所属機を含む特築艦8隻が、輸送船7隻を護衛する。だが、輸送船団は午前7時50分により、ダンピール海峡で、連合軍機の反長爆撃を受け、駆逐艦4隻、白雪、浅潮、荒潮、時津風沈没。 輸送船7隻全滅という大損害を受けた。木村少将及びハンダ人気少佐、三水線通信参謀によれば、白雪沈没時の状況は以下の通りである。空襲開始と同時に、右前方から A-20 攻撃機が突入してきたため監視を向けたところ、別の1機が右舷斜め後方から接近して、反長爆撃を実施。 司令官以下全員が魚雷と5人、爆弾は3番弾薬庫付近に命中した。木村司令官は、機銃弾により、重傷を負った。その後、後部弾薬庫が爆発して、艦尾を喪失、浸水が進んだ白雪は艦首を立てて、垂直状態で沈んだという。沈没時間午前9時5分、木村司令官や菅原艦長を含む、白雪の生存者は式並みに救助された。 残存館、四季波、朝雲、摂風、浦波は、救援に駆けつけた初雪と合同、生存者を救助して、ラバウル駅通した。3月6日、負傷した木村少将は、横須賀陳樹夫婦となり、新たな第三水雷戦隊司令官として、江戸平太郎少将、前職キー防備隊司令が任命された。4月1日、 白雪型は初雪型駆逐艦に改名された。白雪は第11駆逐隊、帝国駆逐艦席のそれぞれから除籍された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。